LEG 中断。ちなみに来たんですか。堀川翔が今営業やってるから、なんか気にしとるからすごい。うん、何やらしそうのお前。職人だから営業とかやらせるの違うじゃん。嫌がってんだからやらせんなとか。だけど、本当にやっぱ、俺人生変わると思うんだよな。インドネシアの視察に行ってきたわけよ。あ、そうそう。で、俺はこれ本当に言っとくよ。女、エッチ気持ち悪いから。ガチで。いや。やたら人見るしかない。なんでお前そういうのに堀川翔選んだ飛び一緒に。最初出会った時はまあ、100だとしたら。待ってる、はい、つけれい。おはようございます。LEG 中断。井上に来たんですか。全然来ないですね。もうやっぱ空調服いるか。いやもうきついんじゃないですかね。そう。でもこの時期からもういるってなったらもうみんなとどうするんですか。だよな。どうしようもないよ。しょうがない。頭悪いから。現場仕事は頭悪いから。視聴者の人がなんかいっぱいこいつはバカだからなんか終わってるから。確かにその通りです。視聴者の皆さん、頭は良くないです。耐えるしかないです。だけどだからってそこで成功できんかどうかじゃ別だね。今日は何言われるか分かってるお前。面白い。さっぱり分からないです。何言われるか分かってるだろう。いや、さっぱり分からんの。分からん。そうでしょ。逆にびっくりです。急に来て、はい、正直言うわ。俺もあんまり分かってない。僕だって多分こう最近だと現場撮ってないだろ、あんまり行って。俺堀川翔が今営業やってるから、はい、結構忙しいわけじゃないの。別に何もやってないんだけど俺はなんか気にしとるからすごい、はい、何やらしそうのお前とかさ。で、あいつ足場北海行くだろ。来ますね。抜けてでお前、ね、俺本当に一個気になることがあるの、はい、お前どう思う。だってさ、あいつさ、はい、足場班の時、まあ、責任者なわけじゃん、はい、もうお前の旦那さんな、はい、さあ責任者やっとって毎日現場で撮ったわけじゃん、はい、それで見積もりとか回しとったわけじゃん、はい、あいつ営業になってからやたらなんか足場でなんか行かなかんとか打ち合わせとかやたら行くわけよ。なんかでまたお前今日こっち側じゃない足なんかなんだかそれ、はい、もうそれどちらかというと足場の業務だよなみたいなことがさ、はい、6割ぐらいあるわけよ、はい、お前今まで現場やってないからどうやってやっとったの俺とか言ってムズムズするんじゃないですか。分からないことだらけで。まあそう、でもだいぶ成長したぞ。なんかそうですね、本社行ったらなんか仕入れのメーター数とかなんか出してましたね、うん、ああそうでさ、まあこれ視聴者の人もよく俺、まあ、コメント欄ちょこっと見たりなんか職人だから営業とかやらせるの違うじゃんとかさ結構書いてあるだろ。お前結構コメントばかりだもんね。そうさ、なんかみんな職人上がりの人を営業にさせた方がいいとか、うん、あ、そうやって人もおる。うん、めっちゃ来る。結構文句もいっぱい出とるじゃん、うん、それ嫌がってんだからやらせるなとか、うん、だけど本当にやっぱ俺人生変わると思うんだよな、うん、はい。じゃあ視聴者の人でも絶対嫌だと思うの。職人やってる人で見てくれてるじゃん。あ、でもやったことない人が嫌だっていう人が多いんじゃないですか、やっぱり。ああ、お前と同じな。そうそう、だからそのその見た感じがでもだって、ルーズの営業に行ったら絶対嫌だ。見た感じがその細かいから、やっぱりあきちきちっとして。いや、だからお前やったことないからそういう感じなわけよ。それ通ってからかんじゃん、うん、コミュ力ってすごい大事じゃん。なんかさ、俺、まあ、昨日 SNS 勉強会って、まあ、今度また大阪でやるんでぜひそっちも参加またこれちょっとピッてあれだけどまあやってんだけど、あ、そうそう、宣伝で思い出した。俺これからさ、最初にチャンネル登録の話しようかな。最初に、そうそう、今見てる人でもうほんとポチッと押してさ、今ちょっとキラキラーってなるの知ってる？チャンネル登録すると。え、知らないです。 YouTube でさ、俺結構最近チャンネル登録ハマってんの。何ハマってるって。いや、ゴルフとか結構俺は結構見るから、ゴルフのやつを見てチャンネル登録してずにでも出てくるじゃん、はい、だからなんかやっぱ登録すると探しやすいし、はい、チャンネル登録ハマってるんだけど、今登録するとなんかキャ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 ーってなんか登録ボタンが、前なんかなかったじゃん、ピッて色が変わるだけじゃん、オンオフみたいな感じだったでしょ。今なんかキャ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 ーってマイスーみたいな感じで、ちゃほんとに全然知らないです。登録しない人の方が多いですもんね。一回見出すとずっと流れてくるじゃないですか。そうだって、うちでも7割が登録してない。あ、じゃあ話戻すわ。まあ、チャンネル登録もそうだけどあの SNS 勉強会で俺すごい思ったことがあって、マスーチ、桜下、横浜メンバーと、まあ、井村翔連れてたんだけど、やっぱ井村翔って、まあ、今日車でもちょっと言ったんだけど、もう俺に15年以上ついてきてるわけよ、はい、であいつって一番不器用なんや、はい、だけどやっぱもうだって SNS 勉強会も経営者ばっかりよ。足場のもう何十億やっといてたら、はい、あのリフォーム会社の社長とか、はい、そういう人がいろんな人が集まる中、マスーチとかってさ基本受け身だから何か言われたら「はいはい」みたいな、はい、で俺はもうさ、まあ、他の出席してる人にも言われるんだけど、はい、俺もさ、まあ、これ
コメント欄荒れるけど怒るわ。そうそう、お客さんはお金払ってきとんだって、はいはい、お前ら会社の経費で来とんだ、もうこれ仕事なんだわって、はいはい、バーッてシャーガオシ飲んどると、はい、シャーガオじゃないかもしれんよ、一生懸命盛り上げてもいらねえわって言うかもしれんけど、はいはい、やっぱり井村翔ってやっぱり気利かしていろんな人と名刺交換したりとか喋ってるわけ、はいはい、でバーッて見てもやっぱ分かるわ、はい、あそまた席変わっとんなとか、はい、やっぱそれなりの人とねちょっと面白そうな人の横座っとんなとか、はいはい、だけどまっすぐな感じだってまだそういう経験がないから、そうですね、だから何でも経験なんだって、うん、だから営業でも、まあ、なんか話がまとまってない。わかるです。ちょっと俺もなんか。出口じゃない。お前が悪いでしょ。いや、ひたすら宣伝してる感じだったんですよ。いや、違う。だけど、やっぱり井村翔とかって、そう、なんていうの、営業とか、あまあそうだけど、まあ、スーチンだじゃ、まあ、営業だけど、そういう経験ないから。はい、でお前らもそうじゃ、経営者になる。俺もまあ経営者飛ぶし職人しかやったことないけど、まあ、いろんな経験があるわ俺は若い頃に、はい、だからまあ人としゃべでも最初は喋れる、はい、だから俺視聴者の人とかも自分は商売やれるんだ、営業経験って会社の金でやれるんだよ、だって堀川なんか俺天狗かと思うんだよ、俺からしたらだってゼロ円じゃんあいつ、まあ、今、はい、だけどまああるだろお前給料ぶっちゃけ、いやないっすよ、あるだろそんなもらってる、いやいやそれは手取りだろ、あ手取りは、ね、手取りはそんなこと、俺ちょっと手取りってお前らな聞かれた分俺ももっと払ってるから、葬式はでもそれぐらいですね、そうだろう、だからでもあいつだって減らしてないからね、はい、営業見習いだからって言って営業の給料にしてないから、はい、俺会社はそんなことしてるのかしらねえぞお前ら、言っとくけどなんか妙に言ってくれた、お前おめえじゃん、あいつも何か出てきたもん、なんか分からんけど、カフェさんはちょっと格好つけながら喋ったりするかもしれないけど、リュウチさんはそのまんまで普通に、そうそうそのまんまで、そカメラ向けとか視聴者向けにちょっとまあ俺なんかちょっと色つけていくじゃん、まあほんで1を10ぐらいにして喋るじゃん、大体大体喋るから最近1を50ぐらいにしてるけどもうなんなら俺もう今部下でも100埋めるだってあの実習生の話じゃないよさ、まああれ出たかな、あ書いてあるやつ、あ今日出たんかで、なんかちょっと踊っとったんですもんね、ちょっと大げさに言ってるもんね、ちょっとじゃないもんね、ほぼ無だもんねいや本当ですよ、分かってるよ、インドネシアの視察に行ってきたわけよ、あそうそうです、で俺はこれ本当に言っとくよ、女エッチ組みしないからな、いや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 い向こうがやっぱ女の子を手配してくれるわけよ、そのまあ夜の相手ね、でそもう向こうはだってさ人件費がとてつもないですから、うん、月2万円とか3万円じゃ給料、だから本当にさ、まあ、俺行ったインドネシアも、まあ、ゴルフキャディーとかでもやれるクラスよ、なんならもうそれ狙いで女の子働いてるからゴルフのこと全く分からないわけよ、俺2回ゴルフ行ったんだもん、じゃあもう本当にキャバ嬢みたいな感じってことですか、そうライン見てとか言ってこれ、まっすぐですねって言って、まっすぐと出玉があるじゃん。大丈夫って書いてるんだって。大丈夫じゃねえだろって。そうそう。でも、やっぱ向こうからしたら若い子たちだから、やっぱ、お客さんが夜も遊びに行こうとか、はい、それ狙いで働きに行くとか、あとキャディのチップなんか、1000円とかだから。6時間払える1000円しかもらえないよ。しかも、ゴルフ場からあいつは金もらえるのよ。お客さんからチップもらってくださいね。ゴルフ場あなたたちタダで置いてあげるよ。ただ働きみたいな、そうなんだよ、うん、話になった、はい、そうそうあそう、はい、そうもう戻すわ、で一番最初の話になると、まあ堀川翔が今頑張ってますと、はい、でまあカンタもちょっと興味がありますと、はい、でお前はどうなのかなと思って、はい、僕ですか、そうそう、なんか今まあ翔からなんか任されて日報管理全部やったんじゃないの、日報やってますよ、でなんかまあ、まあ、絶対必ず毎日上がってると、絶対それをやってると遅れるとかはないと、まあ1回か2回ぐらいあったんですよ、かなやってんの、それお前がちゃんときっちりやっ出せよちゃんと、とかまあまあ決まりなんで、とりあえず僕がもらって書いたら、うん、それ写真撮って職に送って、うん、でその後岡部に出せよって言ってもあいつが出さなかったりするでそれをお前管理しないで、それで僕が
ったら言われるんで、なんでお前出してないのってことは1日遅れてるってことだ。どっちかっていうとお前に行った方がいいから、いやちょっと、まあ、この間見てもちょっとこれじゃダメって言って、もともと目的ってだって LINE で事足りとることをこれやっとる理由って常用ちゃんと取ろうとか、うん、作業内容見て、もうちょっと作業内容が全然わからんから、うん、じゃあめんどくさい、今はわかる、それだって怒ることではないけど、レベル上げていかないと。だってもうこれ何時間かかりました、これ何時間かかりました、これパッと見て、お前ら何でこんなかかったの、あれ2周目全部やるんじゃなかったのとか、はい、カンタとあれ賞打ってもいいけど、はい、でお前やってみるじゃん、そうでその自分がレベル上げてみる、自分の やりたいんだ、なんかお前全然やる気ない感じ出しとったけど最初は。別にそんな、別にそんなやりたいんだ、なんかそんな、なんかいやみたいな感じだったでしょ。なんか誰かも聞いたのかな、最初お前と喋った時はお前いいこと言っとんなって、あの一回そのお前の旦那が辞める時な、文化省が辞める時で、結構お前と省、うん、カンタとタケと結構ずっと喋ったよ、はい、何回も喋ったじゃん、3回ぐらい喋ったろ、はい、車の中ずっとコンビニずっと1時間か2時間ぐらい喋ったから。でも一番リュウジさんが喋りやすくそういう話するんだ。だけどやる気ないじゃんこいつ、やる気ないじゃん、いややろうみたいな、自分から率先してやりますタイプではない、確かに。けどなんか やるってなったらやることをやってくれる。ああそういうことな。だからやる気ないわけではないみたいな。ああなるほどね。自分が率先してやるわやるわじゃない。そこはやっぱお前人見る力あるね。やたら人見る力ある、ね。なんでお前それなのに堀川翔選んだ。飛び一緒に。チャンネル登録お願いします。それちょっと一本でいけるんじゃないですか。あの本当のショーを初めて会った時と今のショーの印象的な感じ。なんでショーを選んだのかみたいな。あそう今でも間違いじゃなかった。今と間違いじゃなかった。その堀川翔を選んで最初出会った時はまあ100だとしたら今はその120なのか80なのか、あ下がったの、あでもそれでも 20% ぐらい下がったから、80って言うか90ぐらいかな、なんかそうか、俺案外いいと思うんだけどな、その入り口が俺印象悪いイメージなんだあいつって。そうっすか、入り口めちゃくちゃ印象良かったからこいつついてたんじゃないそうだけど、なんでそこで何で選んだのかなと思ったけどだけどもう目キラキラして賞ついてたらこっち出てたやるなそうだよな、だけど俺とか賞タイプってこいつってあの初見良さそうじゃん、俺とか堀川賞タイプってどっちかっていうと初見悪いじゃん、え違うっすよ、初見悪い方っすよ、悪いめっちゃ嫌だった、あの最初入るとか決まってない、ケンさんと社長と3人で飲んでたじゃん、リュウジさんが、ああそこで初めて会ってる時に、なんかすっごいなんかでかいから怖いじゃん、ちょっとまず見た目が、特にしかも俺なんか興味ないよみたいな、相性ないっていうか、だけどめちゃくちゃ興味あったけど、こうやって見てたよねトイレとか行った時、女ずーっと感じてるんだけどガーッて言ってもそれ堀川ですよ本当に相性もないし、喋りかけてもなんか二言ぐらいで帰ってくるだけだから、うん、喋りかけようともならんじゃん、うんうん、だから最初本当に最悪だった。ああそういうこと、なんか何で見ようこの人の隣なのと思ってたの、つながりがある女の人は喋りづらいんですよやっぱり、あれ事情があったから、そうそうそう、うんうん、まあまあそうだろうな、俺もそうだよね、知らないやつの方がなんか気使うっていうか、何を喋っていいのか分かんないし、なんか変なこと言うかしら、ね、変にいじってもいかんかなとか、でそこはね、うん、やっぱ営業とかこういう管理のこと、いやね、嫌なことを伝える仕事じゃん、うん、管理ってそれ嫌に決まっとんの絶対下が、うん、そのだってこれこんなんダメって言わなかった仕事だから、はいはい、嫌に決まっとるの、はい、それをやっぱ言う力ってさ、お前らこれやれよからさ、こうした方がいいからとか、ごめんねもう一回やってくれるとか、だんだんいろんな言葉があるわけじゃん、はい、でそういうのはやっぱ経験ってさ、はい、足場もそうじゃん、だけど管理ってやっぱね、まあ、もっと力ついてくると、あの悪いところが見えるようになってくるって力とか必要だろうけど、はい、まあ、でも会社が悪いからここ直してくれって言ったところを言える人って今会社にじゃ何人おるって言ったら数人やん、あそうですね、で今堀川がその勉強をしとるわけじゃん、はい、ね、まあ、営業やったりこうやったりして、はい、でもう、うん、そこはやっぱつけると全然人生広がると思うけどな俺は、はい、じゃあ視聴者の皆さん、足場の組み方どうだったでしょうかぜひチャンネル登録いいね、もうちょっと言うとキラキラキラーってなるから本当にマジで、それ見た人はしてくれない、もう今すぐそこで押せる、でも一回押してまた解除されるかもしれないねずっとカメラとかそれ見て分かるから、ね、ぜひチャンネル登録お願いします、はい、お願いします、せーの、また見てね。チャンネル登録お願いします。
。